魔界闘士サガ。ゲームボーイにもいよいよロールプレイングゲームが登場することになった。このゲームのキャラクターは全部で8種類。エスパー、人間、モンスターから自由に選択できるぞ。さらに4人でパーティーが組める。4つの塔を中心に物語が展開。いくつかの小さなストーリーが一つの大きなストーリーになる。そして多彩なグラフィック画面。フィールドには山や林、川や海、城や町、それに洞窟も用意されている。まさに充実したマップ構成だ。疲れたらセーブも可能だから、またそこから始められるよ。では最後に戦闘シーンを見せよう。敵を倒すには有効な攻撃手段を選ぼう。稲妻、霊気、火炎放射といろいろある。モンスターの攻撃をかわし、チームワークで進めばきっと何か見つかるはずだ。スクエアより発売予定。